んたはまさかとは思うけど、やれ人助けだの正義だの、その手のおちゃらけた冗談かますためにあいつと契約したわけじゃないよね、あんた。だったら何だって言うのよ。ちょっとさ、やめてくんない？遊び半分で首突っ込まれるのってさ、ほんとムカつくんだ。東四郎がちっと頭冷やせっての。おかしいな、全治3ヶ月ってぐらいにはかましてやったはずなんだけど。さやかちゃん平気なの？彼女は癒しの祈りを契約にして魔法少女になったからね。ダメージの回復力は人一倍だ。誰があんたなんかに。あんたみたいな奴がいるから、マミさんは。